こんにちは、皆さん。スプレーアートでのベラちゃんと梅ちゃんです。よし、今日はどうするんですか。日本でびっくりしたことだよね。びっくりしてやっべーっていうお店にベロちゃんが紹介してくれます。じゃあそれは後ろにあります。もっと自信持っていいよ。もっと、もう覚えてない。もっと自信持ってた。なんかドン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 キー、もう恥ずかしいからもういいよ。ということで、じゃあベロちゃんが驚いたものを見に行きましょう。よし、行きましょう、はい。なんかね、驚いたことはね、まあ安いと思う、あとはあの海外商品もいっぱいある、めっちゃ便利な店だと思います。ペンギンランド。ペンギンランド、どこでもペンギンがある。いつもこうコスチュームとかさ、めっちゃびっくりしない？パジャマとかね、いつもここで買ってる。そうなの？そう、めっちゃ可愛いし安いし、あとね、化粧品とかここでも買ってる。なぜなら普通のところだとさ、まあ、肌の明るい色しか売ってない。そう、じゃあベロの肌に合うのはないんだ。ない、からドンキにしかない。そうなんだ。やっべー、日本やっべーなみたいな。これなんかやばくない？何これ、形として友達とも来たことあるんだけどさ、なんかいろいろ見たらこういうとこを見つけたの。ここです。外国人はびっくり。この前はね、子供の商品があって、その隣にこう、嘘、あった。あ、ここここだ、ここ何それ。あ、おにぎりだホイとかさ、なんかね、本当にこれとかさ、わけわかんない、わかんない、なんでなんでって感じ。本当にこれとかさ、マッスル、って思わないの？思わないの？本当に思わないの？ということでね、ちょっとね、これね、全部回りきれないから第1弾、ドン・キホーテの探検で、ちょっと後半行きましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アディオス。